あ、赤の特命さんいらっしゃい。体調は元気ですよ。はい。ちょ、電気暗くしてるので、ちょっと顔出ししてないですけど。金なめ。もう、そこそこでいいや、金なめも。なんかもうそこそこさ、収入があって30万ぐらいでさ、毎月収入があってさ、もうそれを継続的にできればいいよ。だからね、もう、バッテリー信じるけど、12渡せる12プロ?ただの 12? でもバッテリー信じる、バッテリー交換すればいいとこでしょ?それなら欲しい。緑の匿名さん。12でしょ?いや、12もいいわ。その、iPhone。そうすれば、何?バッテリー死んでても、バッテリー交換すればいいだけでしょ?欲しい。連絡ください。あ、DM で大丈夫です。よろしくお願いします。バッテリー交換9000でしょ?全然いいもん、それだったら。あ、12は 5G も対応してる。12ください。本当に。バッテリー86? え、プロ欲しいよ。いや、くれるんだったら欲しい。じゃ、本当に冗談抜きで。バッテリー来てる。欲しい欲しい。連絡ください。ぜひ、iPhone、お願いします。11でもさ、12でもさ、あ、SIM フリーだから使える?俺が2万で買うよ、おかしいよ。あ、DM した。ちょっと今確認してみます。DM 来てないですね。案の定、DM 来てないですよ。大体来ないよね。あと1ヶ月待ってくれたら14上げられる。12とか13羨ましい。でも来ないよね。だいたい来たら俺に通知来るからな。すぐ釣られる。まあ釣られても別にね、損はないからね。17余ってるけど、何の17だよ、それは。くれるわけない。まあね。確かにそうだよね。13プロなら13プロが欲しい。今ファーウェイ使ってるチーコ。12と13ならばね、12と13ってのが狙ってる感じは全然あるけど、13プロ多いしね。誰があるか、犯罪勝者だよ。まあ、くれないよな。みんな売ってるもんな。iPhone なんてな。もしな、あったらな。そりゃそうだよな。頑張って買おう、ギャラクシーを。で、二台持ちしたいのだから、二台持ちを。今の携帯電話をサブ機にして、で、新しいのを、なんっけ、本機にしたいの、放送用、専用にしたいの。だ楽天は契約できる。だから契約は楽天は SIM は契約してんだよ。
今回の件で、ついにペイペイまで飛ばなくなってきたから、俺。本当に。パッドとかタブレットの方がやりやすい。大きいんだもんね。M いらっしゃい。もう無理だと思う。ザいらっしゃい。エースもいらっしゃい。TikTok の収入になってきた。そうそう。言うのはその通り。TikTok のみよ、元から。子さんの投げ師いなくなった。放送にはいるんだけど、放送にはいるけど、そうそうそう。前、俺がさ、ね、福岡刑務所に行く前、行く前の状況とは違うな。ニコ生とか、ポコチャとかでやってた時代とはちょっと違って、その人たちは放送にはいるけど、そうそう、投げ銭をしなくなっちゃったから、まあ、しょうがないんだけどね、それはね。みんな呆れてる？投げる意味ないもん、雑談ばっかで。ああ、それはまあ、前からのリスナーじゃないね。基本雑談だからだ、俺の配信。稼ぐと配信しなくなるから、そんなことないよ。ルイシーはあまり投げてないよ。元から。iPhone の DM した？来てないって iPhone の DM、うん。通知が来るから分かるんだよ。通知来てないもんだって。直売りするやつ、あ、直売りは今日あったんだから、今日。今日直売りがあって、その罰金の分を払える分が入ってきたのよ。ファーウェイじゃ調子が悪いんだって。7万直売りあった。そうそう、労役行かなくていい。とりあえずは。配信者なんか金入れば放送しなくなるから、そんなことないけどね。手渡しは無理だな。しゃあないね。まあ、ちょっと頑張りますよ。ゆいがの場合だと、女できても放送。そんなことないよ。女性いたら、なおさら配信やろうと思うよ。自分の彼女いたらでしょ。彼女いたら、やっぱり、彼女っていうか、リアルが充実してると、やっぱり放送もやりたくなるよね。急にダメになったのに、カクカクなんだよ。なっけ、無人島配信の時から、なんかカクカクで重くて、TikTok のアプリが。TikTok だけが重いのよ。
7万持ってた。今、口座に入ってる、口座に。あ、アーカイブ残す。労役行っても一緒だってうの、家賃払わなくちゃいけないんだから、どっちにしよう。まあいいや、まあとりあえずどうにかするわ、自分で。とりあえずギャラクシーだな。P40 か、P40 プロの方か。S23 ウルトラ欲しいよね。だ23買えないし、22も買えないから、21にする。まあ、しょうがない。まあ、頑張ります。まああれだな、明日ぐらいから頑張るよ。まあ労役なくなってね、まあよかったけどね。ゆいが応援してる。ありがとうございます。まあ大丈夫だろう。まあ放送すればね、ちゃんと TikTok で放送すればまあ平気だけどね。なんか気持ちがね、いまいち TikTok でやるのにはちょっと乗らなくて。まあ携帯電話もカクカクになるしさ。まあそれも含めて。ね、ほんと携帯カクカクなんだよ。ペイペイアカウントある。うん。そうか、パチンコ行くっつもありだな。はあ、パチンコ行って4、5万稼げねえかな。本当に1万ぐらい使って。パチンコつくスロット、4、5万ならいける？ペイペイアカウントはね、あのツイッターのプロフィールのところ貼ってある。エヴァがおすすめ？スロットな。万発すぐ出るよ、10分で。参ったな。ひき肉いらっしゃい。なんか、言ってることがバラバラの人いるね。なんか、言ってることがバラバラの人いて、今ね、携帯電話の話からのパチンコの話をしてるんだけど、なんか全然噛み合わない人いるね。